ちょっとね、最後は運動会的なね、障害物競争をちょっとやってみたいと思います。あ、そんな競争でもないです。そんなに競争、すごい競争でもないですよ。ちょっとセットしますね。シャロン・パオロンさん、すいません。ちょっとね、端っこに寄ってもらうか、帰っていただくか、どっちかにしてください。そうそう、階段のあたりでちょっと見るんですね。はい、ちょっと大掛かりに、いろいろ持ってきました。パオロンさん、そこも使うんだな。そこも使うんだな。はい、そこも使うんだな。はい。じゃあ、競技の説明をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。ちょっとね、体力的にね、いろいろしんどいんですけどね。スタートをこの真ん中にしましょうかね。ここからにします。で、一回ちょっとゆっくりやってみます。位置についてタイムで競いますけど、用意どんで走ります。こういうふうにフラフープを一回くぐってもらいます。で、フラフープを置いたまま、ね、このボールを足で蹴って、で、頑張ってこの中に止めてもらう。よろしいですか。はい、そしたら今度ここに来てボールを9個これ全部落とします。こういうふうにザルに ね、で全部9個落としたらザルごと持って下に降ります。こっからボールを投げて1個くっついた時点でゴールですね。よろしいですか。球が9個ありますから1個もくっつかなかったら失格になります。1個くっついた時点で OK。 いいですか。 OK いきますよ。ここからスタートします。フラフープをくぐります、ね、そしたらそこからボールを足でここまで運びます。止めました。そしたら今度このボールをザルに9個入れてステージした。そこから投げて1個くっついた時点でタイムがストップという競技になります。 OK ですか。大丈夫ですか、川田さん。とりあえずまあやってみましょう、ね、はい。じゃあ先攻後攻を決めたいと思うんですが、どちらから先にやりましょうか。最初ね、じゃんけんですか。あ、まだ、あ、どうしましょう。ちょっとやっといてください。ちょっとね、ストップウォッチを持たないとタイムを取らないといけないので、はい、決まりましたか。どちらから。野原さんから。ハリーからこのまま時間が終わってしまいそうですけど、固まりました。どっちから。あ、ハリーから行きましょうか。よろしいですか。ね、まずはスタートはセンターからです。ここからです。真ん中からです、ね、ちょっと耳が大きい。ドアラさん、これ不利かもしれないですけど ね、順番間違えたらもう一回最初からやりましょう。タイムを取りますのでよろしいでしょうか。いきます。位置について用意スタート。違う、ちょっと待って、競技がね、もうそれ終わりましたから、ね、さっき今私汗かきながら説明したんでね、お願いしますよ。もう汗だくなって、はい、それでは行ってみたいと思います。改めまして、よーいスタート。はいはい、足で、はいはい、おーびっくりした。はい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 、そこに止めてボールを9個全部落とす。ザルで運ぶ、落ちてる、ステージ下に降りて、ボールを1個くっつけば OK ですよ。くっつかない、あ、くっつかない、まだ、やばい、失格です。残念でした、ね、あの今日ですね、実はあの2人にはストラックアウトをやってもらおうかなと思ってたんですけど、あまりにもボールがくっつかないので、それでよかったのに、もうタイム取ってなかった、いや、はい、ということで、ドアラさん、これゆっくりやってもボールがくっつけば勝利になりますので、あれ、ボール1個なくなっちゃった、あ、来ました。ゆっくりやってもらってもね、ちなみに今の最後の1球投げたタイムで36秒でしたね、36秒以上で、まだ、ちょっと待ってくださいね。はい、それでは行ってみたいと思います。よーいと。はい、頑張りましょう。今通らなくて終わりとか、そんな話じゃなかったですか。あ、よかった。余裕ですね、もうこうなるとね。足で運びます。確かに足で運びます。はいはいはい。30秒ちょうど経過しました。このボールが1個くっつけば引き分けになる、引き分け以上だった。
今ハリーズの方が良くなりましたね。これ1個も続かなかったら桑名さんの負けになってしまいますね、タイミングにね。ただね、くっつけば勝ちですから。ハリックが邪魔をするくっつかない、1個何球目くっつかない、やばい、1分経過しました。くっつかない、あとチャンスは5球。はい、よかった。1分5秒かかりましたけども、とりあえずこの勝負ローラ君の勝ちとなりました。ということでね、あ、みんな登場してもらいます。